どうも、キリンです。本日はですね、屋久島から友達がやってきてくれました。紹介します。初めての東北でーす。あやねちゃんです。幼稚園から、高校まで一緒にいました。イエーイ。初の東北で、初の気仙沼ということで、今日は一日、ブラブラしながら、気仙沼周辺のところを回っていきたいと思います。お願いします。はい。購買の揚げパンを買ってきました。購買さん。これ購買は、購買の揚げパンはめちゃめちゃ美味しくて、漁師さんが船で沖に行くときに、昔はその楽しみっていうか保存が効かなかったから、冷凍して持って行って、あ、冷凍して。そう。で、行ってる途中で甘いものを食べるっていうのをしてたみたいで。揚げパンを冷凍してた。そう。へえ。いただきます。購入しました。はい、購入品紹介。キリポンおすすめの味噌汁セット。そして普通にめちゃめちゃ気になったカレー、めちゃめちゃうまそう。絶対美味しそう。温めるだけだもんね、これね。タイ風のグリーンカレー、スパイシーカレー、バターチキン風ホタテカレー、いい。ということで、ランチはこちらにやってきました。やったよかったです。あ、本当ですか。どうもありがとうございます。はい、ランチの後は公園に来ました。うん、なんかいろいろパン屋さんとかいろいろ、味噌屋さん、味噌屋さんがあれなんかのメインなのかな。さあ続いてはカモシにやってきました。海の位置です。
張りましょう。気仙沼はどうでしたか？いや、本当24時間ぐらいしかいなかったんですけど、もう人もめっちゃいいし、ご飯おいしいし、めっちゃあったかかったです。最高。ありがとうございます。もう一回行きまーす。はーい。ありがとうございます。イエーイ。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんと送り届けてな。え、じゃあお願いします、マジで。すいません、ありがとうございます。楽しかった。あ、ね、じゃあまたね。はい、またね。うん、気をつけて。じゃあ。また役所も行きます。あ、役所も止まってます。連絡してください。ありがとうございました。ありがとうございました。こっちからのクラウドウェイ。